じゃあ次はそこのですね。はい。もう今なくなっちゃったけどね。今はもう観光だけの、道になってしまいましたけれども、道はどこまでも続いているって言うけれども続いてないよね。突然田んぼになったりするのね。ねえ、ありますよ。じゃあ私たちなりのルート66行きましょうか。If you ever plan motor way, take the way, the highway, not the bay. Get your key on route 66. It winds from the sky.毎週行ってるのに忘れちゃうな。あ、標識の形が、まずは瀬戸です、ね、まずは瀬戸市です。国道306、そうなんです、国道ですね、はい、機関バスレーンとも言いますけれどもね。そうなんですよ、それがあの山下の家の近くですけどね。あの瀬戸街道は県道、わ、県道66号線なの？あ、61か、残念。何それ、66だったら何だと言うんだろう。 いいじゃない、いいじゃんね、66っていいじゃない。素晴らしいですね、はあ、悪魔の数字66ですね。あれは松666方面ですか、はい、懐かしいね。でも61っつったらね、あの、ボブ・ディランですね、アルバムで追憶のハイウェル61とかありますよ。あるね、あれ、瀬戸街道の曲なんですね、あれ。ボブ・ディランかもしれない。本当だ、うん、すごい。あ、今度取り上げ
り上げよ。みんな瀬戸海道思い浮かべながら。まあいいネタ見つけたね。もうやったー、やったねー。嬉しい。嬉しい。次は。あのゴブリンはもう大好きね、このギターから見てもね、はい、私も好きなんですよ、実はいっぱい持ってる CD ちょっとさ、はい、はい、であのこの人が好きな渡辺和美さんと私一回あのお仕事させていただいて、はい、テレビ出ていただいたんですか、はい、私がやってる、はい、もう何が好きって言ったらチェッカーとキスが大好きね。ありますよ、うちビデオ、ビデオですけど、VHS です。 VHS で、 VHS 見えます。本当ですか、うん、あのいやもう DV にしたら、ダビングして差し上げますわ。はい、かずみさんがずっとチェットさん弾いてる。そうですか、はい、それ、そんなチェットアップケースの曲を、はい、名曲ですね。参ります。はい、毛布を持って旅っていうか放浪してる、その毛布にマチルダっていう名前をつけて、はい、放浪してる
そういう歌です。あ、ちょっと切ない。はい。もっとなんかいろんな話があるんですかね。長くなっちゃう。長くなりますからね。はい。でも、これお話聞いてから聞いた方が良かったかもしれないね。そうですね。感動して、感動してファンになっちゃった方もね、いらっしゃったぐらいだから。今度ちょっとお話ししてからの演奏だったかな。聞いちゃってからだとね。そうでしたね。じゃあまた今度、お話聞きたいと思います。グレンさん、はい、デュエットを弾いていただきましょう。よろしくお願いします。ベース弾きながら歌うってすごいね。うん、ドクターマンこっちが来るとき歌に夢中になってるとね。だって全然別だもんね。ギター弾いて歌ってるときはね、割と一体感があるんだけど、ベース弾いて歌うとね、なんかね、ベースとね、歌がね、なんか距離がそう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 あるような気がしてるのね。まだこなれてないからね。ベースとか、うん、難しいでしょ、はっきり言って。なんかね、どっちかに気を取れるとどっちかが下ろすかやりにくいわ。もうでもじっと見ちゃうよ、みんな。やりにくいわ。どういうことなんだろうって感じ。さらに 見ちゃうよね。井戸さんなんかね、いつもね、あそこ間違えた、ここが違う、あそこが違う、ここで間違えた、歌詞間違えた。もうそういうこと言わない。本当にね、嫌な人なんです。もう素晴らしいお客さんよ。お互いにこうね、もうね、間違えたと思っても褒めていただける。そうなんです。素晴らしいお客さん。ね、井戸さんと偉い違い。行きましょうか。行きましょう。はい。Thank you.
信なこう目のこうあれだったね、なんかね、あの夫婦間でこうまた今日新しい声が生まれてるわけですか。そう。いいね、本当だよね。あのね、いや、こそばいですか、やっぱり。キモい。キモいって大変だけどね。私もちょっと やりすぎかなっていつも思うんです。うん、でもね、あのラジオの話になりますけどね、リスナーの方でね、トミさん の旦那様を大好きっていう話を聞くと、なんか嬉しくなるっていう。メールをよくいただくんですね。へぇ、どういうへそれ。どういうへ簡単譜、簡単譜。本当ですか。いや、私もじゃあ旦那さんとさらに仲良くしようって思ってくださるみたいですよ。でもなんかキモいって言ってる、言っといてくださいね。やめるから。次から。もう次から、てっちゃんの話はしないから。嬉しそうじゃん。照れてるの？照れてるの？もうなんかね、もう慣れてると思う。一回てっちゃんと飲んでね、その話をね、じっくり聞いてみたいね。てっちゃんの 本心をね、どう思ってるのかね。いや、別にそんな変な意味じゃないよ。そう、多分そう思ってるんだと思うんだけども、それ以上のことを思ってるかもしれないからね。どうなのいや、どうなのって、僕に聞かないと。本当本人しか知らないこと。そうだね。いや、どうなのってどうなの。でもね、ゴブリンとこも仲いいから、はい、ね。素晴らしいでしょ、ね。僕も仲いいよ。今日帰ったらね、嫁はんにね、優しくしようと思っとるんだけどね。そうよ、多分寝とると思うんだよね。もうすでに、もういいじゃない。もう戸を開けながらハワイ東京レッドやらんよ。そうそうそう。黙って寝てとか言われるでしょ。もううるさくて早く寝てよって。なんだって。は？こういう人もいるから、何がって言ってね。何がじゃない。なるほど。ねえ、本当だね。はい。次なんだって。こんなことばっかり言ってるので。はい。ちょっとも進まないね。もうちょっと本当にちょっとさっさと行こうかね。時間がって言ってますよ。もうね、本当に夜更けになってきました。そうです。ええ、まあね、また話しちゃうけどね、できれば公共の交通機関でお仕事行きたいわけですよ、はい。でもまあ今年のね、コマがですね、学校のね、終わりが8時になってしまう。それからなんじゃかんじゃしてると8時半境を出るので、うちに作る9時半になってしまう、はい。私に大森金城学院前から20分うちまで歩けというの。お金持ってそうな私。危ないですよね。パッと見若く見える私。え、私ね、自慢じゃないけど声かけられたことあるんですよ。ナンパですか。お嬢さん、お嬢さんって、はい。で、何ですかって振り向いた時に街灯が、いや、何でもないですって。もうね、びっくりしましたね。もう嘘みたいでしょ。本当だ、ちょっとね、もうすごいなんか、ちょっと手が振るって、カバンを持つても、ちょっと振るって、お嬢さんって言って、ずっとついてきたの、車で、ずっと、いや、年会来てるなと思ったら、お嬢さんって言うから、もうなんか、あ、ナンパされるんだわと思って、何ですかって振るった時が、街灯の下で。スポットライターだったじゃない。いや、何でもないですけど、シューって言った。失礼な人ですね。失礼でしょ。その日は、ね、寝れんかったかもしれんね。顔が焼きついちゃって、もう夢みたいな感じで。本当にね。
でね、そんなわけで、あのお迎えに来てもらってます。あ、それがいいですね。あのこの曲ね、いいのこんなことで。それが入れたいがために。そうです。あの深夜の話題を持ち出してるわけね。持ち出してると言って、そんな。なるほど、あの大体わかりました、あのトビさんの作戦が。いや、やっぱりね、あの女性は一人で夜更けに歩いちゃいけません、うん、でもこの人歩きたいんだね。歩きたかったんだ ね、 そうですね、はい、ウォーキングアフターミッドナイト。何をですかじゃない、何をですかじゃない。愛している人に愛してるって言ってるのかなっていうことだよ。最近言ってない。最近言ってないの。あの、まあ、忙しいんだからね、なかなかお家にいられないじゃない。ね、あのせめて言葉で、いつも悪いね、一人ぼっちにさせてさって。うん、でも心の中は。君でいっぱいだよなんていうのね。え、あのじゃあ今度ねこの曲あのダビングして差し上げるから、ね、それをあの覚えて覚えて歌いながら帰ってください。みんなね、歌いながら帰ってよ、ね、Always on my mind。
Little thing that I should have said to I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I did hold you all those lonely, lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel sick and this, boy, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.本当にありがとうございました。どうなることに、ね、ちょっと不安がありつつも、ここまでやってきましたけれどもね、たった2回の練習たった2回の練習でね、しかも篠子くんがいないし、まあ、お誘いするべきか皆さんをね、どうか迷いながらお声かけさせていただきました。ありがとうございました。まあ、次回は本当にフルでまた聴いていただきたいと思います。その時はぜひお越しくださいね。じゃあメンバー紹介。はいはい、あれ曲なんか間違えてる私。最後のユースはリササンドマンやります。やりますか。やるよ、はい、リササンドマンの時にメンバー紹介。そう、そうしましょう、はい、良い、すみません。参りました。打ち合わせもね、はい、本当に申し訳ない。あれ？この曲はですね。
あのミスターサンドマンと言いまして、あのドイツでしたっけ、ドイツ の, その古いお話でですね、ミスターサンドマンの話ですけど、私知らない、私もあの一視聴者として聞きます、はいはい、なんか子供にそのサンドマンっていうなんか妖精みたいな人が砂をこう目にかけると子供が寝るっていう、そういう話があるらしいです。そういう話だったの。そういう歌なんですよ。初めて知りました。だって花粉でも辛いのに。あ、砂っていうのね、なんかそうですよ。なんて、私これから黄砂なんですけど。魔法の砂だからね。もう、あ、そうか、魔法の砂か。ごくごく。ま、あの、まあ、すみません、あのアクセントを立たせばですね、砂です。魔法の砂ですからね。平板ですから。うるさい方が好きです。心の中で砂じゃない。砂じゃない。学生がやってるわけですから、ね、はい、映画といえばあの、はい、バック・トゥ・ザ・フューチャーでこの曲はかかってました。あ、そうなんですね。はい、うん、マーティーがですね、はい、あの、過去に行ってしまった時に、フィフティーズの世界に行ってしまった時に、うん、最新ヒット曲として。はい、なのかな。楽しかったね、はい、あの映画。そのことちょっと思いながら、はい、テネシーワールズ、どっちがいいですか、どっちがいいでしょうか。練習したのはテネシーワールズだった、練習したのはテネシーワールズ、これね、え、あれ、もうずっとやってないからね、もっとずっとやってないからダメですか、本当ですか。テネシーワールズやりますか。やりましょうよ。じゃあ皆さんのお席で覚えてる限り、ね、あの皆さんと一緒に歌って今日はお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ね、恋人に、恋人を友達に紹介してしまったばっかりに、その友達に恋人を取られちゃったっていう悲しい歌なんですけれども、とっても美しい曲でね、本当にワルツのいい曲だと思います。テネシーワルツ。11時回っちゃいました。助けてください。